皆さん、こんにちは。今回は田中希実さんについてご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。2020年女子 1500m、女子 3000m の日本記録を破って新たな日本記録保持者となった田中希実さん。東京五輪の代表選手としても活躍し、日本の陸上界に新たな風を巻き起こす存在です。今回は田中希実さんのこれまでの経歴や近況について見ていきたいと思います。田中希実さんは1999年9月4日生まれ、兵庫県出身の24歳です。田中希実さんが陸上競技に触れるようになったのは小学校低学年の幼い頃だったといいます。ですが、本格的に競技に取り組んだのは中学生からです。小学生だった田中希実さんは陸上競技は初めておらず、父親や母親の大会について行ったり、ランニングイベントや練習会でランナーのサポートなどを楽しんだりしていたようです。当時の田中希実さんは本が好きで、本に出てくる外国のマラソン大会に父親が参加していることを知り、自身もいろいろな国の大会に参加してみたいという気持ちを強く抱くようになりました。小学校6年生の時に父親の大会に同行し、2km と 4km があるキッズの部に参加したそうです。なんと、田中希実さんは初めて走る海外大会のキッズの部で優勝してしまいます。そこから田中希実さんは走る楽しさにどんどんハマっていきました。田中希実さんが陸上競技を本格的に始めたのは中学生になってからです。この頃から現在に至るまで父親がコーチをしています。短距離走のスピードは平均よりも遅かった田中希実さんですが、距離が伸びても全速力に近いスピードで走ることができるということにコーチである父親が気づいたことから、中長距離種目の練習を始めていきます。親子二人三脚での練習の成果が出始めたのは中学校2年生頃からです。中学2年生の時に全日本中学校陸上の 1500m で4位入賞、翌年には 1500m で4分25秒の記録で優勝します。その後、高校は兵庫県にある駅伝の名門校、西脇工業高等学校へ進学します。中学校時代と変わらず父親がコーチをして練習に励みました。高校生になった田中希実さんはさらに多くの実績を残しています。第70回国民体育大会の少年 B1500m で優勝、2018年の全国女子駅伝では1区を担当し、兵庫県優勝に大きく貢献しました。これにより田中希実さんは全国に名を轟かせる選手へと成長しました。進学後も陸上競技に打ち込んだ田中希実さんは、より多くの大会で活躍する選手へと成長します。そして大学生になった田中希実さんですが、大学の部活には所属していませんでした。田中希実さんはトヨタ織機 TC に所属していて、中学高校時代と同じように父親がコーチを務めて練習に励んでいました。大学進学後の活躍も凄まじく、大学1年の2018年にはアジアジュニア選手権 3000m で優勝し、大会記録を残しています。2019年も多くの大会で活躍し、2020年には第104回日本選手権 1500m を日本新記録で優勝という快挙を成し遂げています。同大会では 5000m も優勝し、2冠も達成しました。中学校時代から陸上競技にのめり込んできた田中希実さんは、日本のトップとなり世界で活躍する選手となったのです。前述の通り、現在田中希実さんはトヨタ織機 TC に所属し、田中希実さんの父親がコーチを務めるチームで練習しています。田中希実さんにとってはどこのチームに在籍するかではなく、父親がコーチをしているということが重要なようです。始めた頃からずっと父親に教えてもらっています。文字通り二人三脚でここまでたどり着いたと言えるでしょう。田中希実さん、まだこれからもさらに速くなることが予想されます。田中希実さんの活躍は父親との練習によって支えられてきました。学校の部活やクラブチームに所属したことのない田中希実さんは、陸上を始めた時から父親のコーチのもと練習に励んできています。田中希実さんの活躍の裏には必ず父親の存在がありました。その練習メニューはとても合理的で、ジョギング中のペース配分などにも多くの工夫が施されているようです。また、
多くの意見を交わしながら練習に励んでいるようで、親子だからこそ分かり合える部分もあるのでしょう。練習だけでなく、さまざまな面でサポートしてくれている父親に支えられながらここまで成長した田中希実さん。第104回日本選手権 1500m を日本新記録で優勝、 5000m も優勝して五輪内定を勝ち取りました。東京オリンピックには陸上女子 1500m と 5000m の日本代表として出場しました。オリンピックの女子 1500m の日本選手出場は浦部蘭とともに初の快挙となりました。オリンピック女子中距離種目における決勝進出はアムステルダムオリンピック 800m の人見絹枝以来93年ぶりで、史上2人目となります。1500での決勝進出は男女通じて初となりました。決勝では序盤から先頭集団に食らいつき、終盤に5番手の好位置につけ、最後の1周は6番手で迎えると、後続に猛追されて順位を下げながらも自身2度目の3分台である3分59秒95を記録して8位でゴールし、同種目における日本選手初の入賞という快挙を成し遂げました。ここで田中希実さんの家族構成について見ていきます。田中希実さんは妹を含めた4人家族です。家族構成としては、父田中克俊さん、母田中千尋さん、田中希実さん、妹田中乃愛さんです。ちなみに田中家は家族全員ランナーというランナー一家です。父親の克俊さんは昔実業団のランナーだったそうで、全国6位に入賞したこともあるかなりの実力者です。田中希実さんが中学校の時から現在に至るまでコーチをしています。父親ということもあり、2人は相性抜群で、田中希実さんは勝利さんのことをコーチ、父親という両面においてとても信頼しているといいます。東京五輪に向けて二人三脚で頑張ってきました。母親の千尋さんも相当の実力者で、北海道マラソンを2度優勝しています。妹のノアさんは田中希実さんの出身高校である西脇工業高等学校に在籍していて、800メートルなどの中距離を主としているようです。田中希実さんのように日本を代表する選手になっていくのかもしれません。コーチである父親や元ランナーである母親、同じく競技者の妹といった理解のある家族のサポートも田中希実さんの強さの秘密かもしれません。結婚はまだしておらず、そういった話は今までには話題になっていません。成績もさることながら、プレースタイルもかなり人気なようで、 SNS 上では田中希実さんへの多くの応援コメントが見られました。田中希実さんの走りは見る人を熱く魅了し、多くのファンを生み出しています。田中希実さんの試合を見るときに見てほしいポイントとしては、変幻自在の走りです。中長距離種目において走っている最中の戦略はとても重要です。早めに先頭に出て逃げ切るのか、集団で走り力を温存してラストスパートにかけるのなど、選手によって持ち味を生かした走り方があります。ですが田中希実さんは戦略ではなく感覚で走っていることがあるようで、スタート直後から先頭を引っ張り逃げ切ることもあれば、集団の後方から巻き返すといった多彩なレース展開をしています。2020年8月の成功ゴールデングランプリの 1500m では先頭を引っ張ってラスト1周で大きく引き離し、日本記録を更新しました。試合後のインタビューでは、無我夢中でレースの記憶はない、自分の感覚に任せたと答えていたのが印象的です。逃げ切りも集団から巻き返すという走りもできるのが田中希実さんの強みだと言えるでしょう。さて、田中希実さんが2023年4月3日東京都内で記者会見し、スポーツ用品大手のニューバランスと所属契約を結んだと発表しました。3月限りでトヨタ自動織機を退社していました。今後はプロ選手として活動すると表明し、野球界で活躍する大谷翔平選手を理想に掲げていました。さらなる成長を追い求め、田中希実さんが覚悟を決めました。かねてグローバル契約を交わしていたニューバランスと4月から新たに所属契約を締結したのです。プロのランナーとして走ることになり、これまでより飛躍した成績を残せるように進んでいけるのかなと、根っこから変えて自分の居場所を作り直したいと抱負を口にしていました。女子陸上界では異例となる転向で、同社と同じ契約を結ぶ日本人選手は男女を通じて史上初となりました。背景にあったのが、2022年春から抱えていた葛藤だといいます。甘えから
がむしゃらさやハングリーさを失っているように感じた。積み重なってきた自分へのフラストレーションが爆発したとしています。東京オリンピックは 1500m で8位入賞。2022年も国内では圧倒的な強さを示した一方、3種目に挑戦した同年夏の世界選手権では思い描いた成果を出せなかったのです。より世界を意識して陸上と向き合っていく中で、一つの理想としたのが、2023年に入ってニューバランスと長期契約した大谷翔平選手でした。彼の取り組む姿勢はいろんな人に刺激を与えているし、アスリートの形として理想だなと思ってきた。そういった選手像を目指していきたいと述べています。二刀流など従来の概念にとらわれない姿は、種目を制限せずに走り続ける田中希実さんにも通じるものがあるといいます。これまで通り地元兵庫を拠点としながらも、海外での活動期間を増やす意向だといいます。世界のトップで戦いたいというのが一番の目標だけど、陸上界だけでなく社会全体の目に留まるようになりたいと語っています。高い志を胸に新たな環境でチャレンジすることになりそうです。いかがだったでしょうか。今回は田中希実さんのこれまでの経歴と近況を調べてみました。3歳の時に田中希実さんは母の千尋さんが出場したホノルルマラソンについて行くなどして育ちました。2020年8月の成功ゴールデングランプリの 1500m では先頭を引っ張って、ラスト1周で大きく引き離し日本記録を更新しました。試合後のインタビューでは、無我夢中でレースの記憶はない、自分の感覚に任せたと答えていたのが印象的です。逃げ切りも集団から巻き返すという走りもできるのが田中希実さんの強みだと言えるでしょう。陸上のニューヒロイン、パリオリンピックもその後も楽しみです。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。